あ、めっちゃ迷う。どうしよう。こってりに煮卵。生ビール一つと、このこってりの波を一つと、ニンニク、はい、入ってください。はい。あと煮卵のトッピングで。煮卵って言いましたっけ私。あ、じゃあそれで OK です。はい、お願いします。いいね。ネギパン、実はですね、天下一品初めてなんです。なのでとてもワクワクしております。お酢で、粉をかけてつけていただきます。どのぐらい辛いのか。めっちゃ辛い、めっちゃ辛い。汁が、わかる？この汁のドロッドロ感、すごい。初めて食べたぐらいこってり。ここにあのネギをたくさん入れるっていう方法。ネギをいきます。ネギを入れます。Thank you.
です。あ、やだ。まずこのチャーシューにネギをぶっかけるでしょ。そこにマヨをのせるでしょ。そしてここに飯。これで救います。頑張って救ってほら、全部救って。あー、これです。わー、いただきます。あー、無理かも。わー、うわうわちょっと言いたいことがあって、これ確かにチャーシューとかと一緒に食べる米も美味しいんだけど、だけどあのね、お米はお米だけで食べて甘みを感じるっていうのもすごく好きなんです。日本の人間に生まれてよかった。本当に美味しい。うますぎて、本当に美味しいこと。みんな泣いてる。あ、やばかったかも今。顔がでかすぎてやばかったかも。レマがさ、このサメ、ほら、ちゃんと聞いてほしい。あのさ、メンマがさ、もう2枚入ってると思ってたし、2枚入れてくれてたと思うんだけど、もう2枚ないの。メンマがもうさ、2枚なくなってるんだけどさ、え、いつの間にですか。どうして、麺もないんですけど、どうして。これは大問題。麺も、あの、1個しか入ってないって大問題。まだ食べたかな。食べたのかもしれない。だから米を食べます。米を、うん、米食べたら汁、うん、で、これですよ、卵。うん、こんにちは。すごいです。ごちそうさまでした。